じゃあ、ウィーク10発売アイテムが決まりましたので、そちらを見ていきたいと思います。今週は約1年半ぶり通算8度目となるイタリアンブランド、ストーンアイランドとのコラボコレクションが発表となっております。それから、レギュラーアイテムも決まりましたので、今日はアイテム1点1点見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらはスプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。 えー、ということで、えー、今週は約1年半ぶりとなる通算8度目となるイタリアンブランドストーンアイランドとのコラボコレクションが発表となっているということで、今回も非常に多くのアイテム全部で12アイテム発表となっております。ジャケット、トップス、パンツ、T シャツ、えー、小物などフルコレクションになっております。えー、まあ、毎回のことですけれども、えー、毎回非常に多くのアイテムがリストされていると。 いうコレクションになっていますそれから、ストーンアイランドのホームページの方でも発表になっておりまして、ストーンアイランド側でも今回は発売があると。全世界的に発売がありますね。ミラノ、ローマ、ベネチア、それからニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ。国内は、ストーンアイランド、東京、青山、それから、新宿、伊勢丹、東京のみですね、青山と新宿、伊勢丹の2店舗で発売があるよと。それから、ストーンアイランドのオンラインストアの方でも 発売があるということですね。えー、ということで、今回のストーンアイランドとのコラボコレクションを見ていくんですけれども、前回どんなコラボだったのかというのをちょっと前回分だけ。えー、前回はこちらでしたね、このモナリザ、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作モナリザをこのようにプリントしているジャケットとか T シャツとか発売になったと。 えー、で、まあ、この時もそうなんですけども、まあ、いつもそうなんですけれども、えス、ー、トマアイランドの、えー、ブランド自体が少し高級レサ路線なので、若干シュプリームの、えー、金額よりも高いというのが特徴ですね。この時のこのジャケットは25万円でしたが、えー、なので10万台とか、まあ、ジャケット10万、それからスウェット と、えー、類は5万とかっていうぐらいの金価格帯になっているということでスプリームよりもちょっと高めというのが毎回の特徴ですね、えー、ということで早速アイテムチェックしていきたいと思いますこのようにルックブック出ております、えー、まずはレザーボンバージャケット、えー、これドルベースで価格出ておりますけれども2598ドルということでこれ40万ぐらいかな 2600×150 円で39万円か。えー、まあ、ということで40万円ぐらい検討にはなってくるかなという、えー、牛革のレザージャケット。で、今回はナイロンのフード付きということで、はい、発表になっていると、さらにそのフードにはゴーグルも付いているよ、というデザインになってますね。えー、このような感じで、フードにゴーグルも付いているという、えー、これはカーハイドレザーですね。 えー、という牛ー,ーのレザージャケット、レザーボンバージャケット、まず1点目、これは非常に高額商品になっていると2598ドルということで、まあ40万オーバーになってくるかもしれませんね。今までで発売になったアイテムの中で一番高いかもしれませんね。えー、ストーンアイランドのコラボの中で、えー。それからリバーシブルパワージャケット。えー、こちらは、ルックブックの一番トップに 出ておりましたけれども、Rookbook のこちらのアイテムですね。このように、今回のコラボを象徴するブランドネームと、それからこれはストーンアイランドのロゴマークですね。これは大きく入っていると。リバーシブルで、リバースサイドの方は割とシンプルなダウンジャケットになっているというアイテムですけれども、カラー3色で発売予定、ブラックとオリーブとホワイト。 えー、このようにバックに大きくロゴが入っていると。えー、裏返すと、えー、シンプルなダウンジャケットになると。えー、で、これは刺繍でバックに、えー、ロゴマーク入ってますね。シュプリムのロゴも入っているというデザインになっていると。えー、ということで、リバーシブルパワージャケット。これは998ドルということで、これも10万オーバー、15万ぐらいにはなってきそうですね。えー、それからデニムトラッカージャケットと5ポケットジーンズ。 こちらは一見シンプルなトラッカージャケットとデニムのジーンズなんですけれども、これはえ完成した衣服を染め上げ、高反射フィルムで不規則にラミネートを施しているということで、どんな感じなのかというと、こちらですね。これがこのように光に反射して、このように。 模様が浮かび上がる仕様になっているというストーンアイランド独特のデザインになっていると。一見シンプルですけどね、このようにパンツも同じく模様が浮かび上がるような仕様になっていると。カラーは3色グレーとブラックとネイビーの非常にベーシックなカラーで発売予定。 えー、ジャケットの方が698ドルで、ジーンズが348ドルということで、ジャケットもまあこれ10万ぐらい検討になってくるかなという感じがしますね。えー、それからブークルカーディガン。えー、こちらシンプルなカーディガンですね。ブークウールの、えー、カーディガン、えー。バックに今回のロゴのシュプリムとストーンアイランドのコラボのロゴが大きく刺繍で入っているといった。これは割とシンプルなアイテムですね。えー、というカーディガン、マスタード。 ホワイト、ブラック3色で発売予定。えー、それから、ウェブフーデットスウェットシャツとスウェットパンツ。えー、こちらは、まあ、その名のとり、クモの巣柄を顔料プリントで、えー、あしらって、その上に腐食プリントでクモの巣を浮かび上がらせたということで、腐食プリントでクモの巣の部分がちょっとこう、あの盛り上がってるんですかね。えー、といったようなスウェットシャツ。 えー、上下で、セットアップで発売予定になっていると、えー、このような感じですね。セットアップで発売予定。グリーンとブラック2色ですね、えー。価格はフーディが348ドルで、スウェットパンツが、えー、298ドルということで、まあ、いつもの5万前後という感じですかね、フーディは。えー、スウェットパンツが4万とかっていうぐらいの金価格帯になってくるのかなと。 それから2トーン、ツートン LS トップ、プリンテッドツーン2トーン LS トップということで、まあこれはロン T を製品染めでこの T シャツとロン T を重ね着したようにプリントしていると。ここの赤い部分ですね。赤い部分をプリントしているという後染めのプリント。ロン T ィ。カラー3色で、レッド、ブラック、それからこれはタンかな。 ベーージュカラーそれから WebSS トップという先ほどのクモの巣柄の T シャツも発売予定。えー、ロン T の方が188ドル、えー、この SS トップが168ドルということでこれも2万超えてきそうですね結構今回は値段高めになってますねまあ昨今のインフレの影響とかもある,あるかもしれませんけどもいつも少し高めになってきてるんじゃないかなと、えー、それからキャップ類が3 アイテム発売予定と。これは先ほどのリフレクターの、えー、キャップとシックスパネルと B2、えー。これが発売になると。もう一つ、えー、この雲の巣柄のキャンプキャップ。これキャンプキャップですね、えー。キャンプキャップも発売になるよと。カラーは同じく発売予定と、えー。いうことで。前回 T シャツとかでいくらぐらいあ、フーディで四五万、5万とかですね。やっぱりね。 えー、T シャツはモナ・リザが2万2千円か。モナ・リザが2万4千円か。で、普通の無地が2万2千円とかっていう価格で出てた。まあ、でもそんなに変わらないか。1万円台じゃなかったですね。えー、前回も2万円超えていたと T シャツ類、えー。ということで、そういう12アイテムを発売予定、価格が発表になるのが楽しみですね。これ、特にこの2598ドルっていうのはどんだけのもんになってくるのか。 えー、ルックブック出ております。えー、これがリバーシブルのダウンジャケット。それから、ボンバージャケット。そして、トラッカージャケット。デニムパンツ。えー、これがカーディガン。えー、T シャツ類などが出ているということで、エストンアイランドとのコラボコレクション見てまいりました。それから、レギュラーアイテム。まずは、ウォーキートーキーシャツ。 これ T シャツ発売になりましたね。立ち上げぐらいだったと思いますけれども、この無線機。トランシューバーの模様をかたどっているという総柄のシャツ。カラフルなシャツがブラックホワイトで発売予定。それからニューヨーククルーネック。これ、クラシックロゴシンプルなデザインのプリントのクルーネックなんですけれども、今季コーチジャケットも発売予定ですね。こちら。 これを待ってるって人結構多いと思うんですけれども、今回はこれは今週は発売なしですね。クルーネックと、あと、クルーネックだけか。クルーネックが発売予定と。同じロゴデザインのアイテム、同じようなデザインのアイテムって同じ週に発売になることが多いんですけど、今回はクルーネックのみで発売予定と。コーチジャケットはまだ出ないと。それから SS ポケット T。 これ定番のアイテムですね。今回はチェック柄が発売予定となっていると、このタータンチェック。それ以外は、このラベンダーとか、あとグリーンとか、その辺のカラーが入った全7色で発売予定。それからシンチパンツ。これも定番のアイテムですけど、毎回少しデザイン,ザインが変わるんですけど、今回はこの腿の部分にポケットがついたっていうデザインになってますね。それから全部フラップがついてるとポケットに。 というデザインのコットンシンチパンツが発売予定。それからビーニー2型、ルーズストライプビーニー。え、これはザくら編みのボーダーのニット帽。え、こちらが発売予定と。マルチカラーなんか可愛いですね、これね。マルチカラー含む3色で。それからスラントビーニー。え、これはイタリックボールドのロゴ。えっと、イタリック体のロゴがこのように。 刺繍されているというシンプルな B2、全5色。ブルーとかグリーンとかバーガンディモデルよと。それからレーザーのバック類が発売になりますね。これも待ってた人結構多いんじゃないかなと思いますけれども、全5型発売予定と、まずはバックパック、ブラックレッドの2色ですべて発売なんですけれども、それからラージタッフル、それから普通のタッフル。 そこはウエストバッグとショルダーバッグ。この5アイテムが発売予定になっていると。価格はそれなりにしてきそうですね。価格の発表はこれからと。それから、ボール。これはパイレックスというアメリカのキッチン用品メーカーの蓋付きのボールが発売になってくると。星柄のガラスの容器ですね。蓋付きのガラスの容器。 それから最後はマタドールのアルミニウム製防水ピュケースということで薬を入れるケースアルミニウムとあとこっちはシリコンになっているということで防水なんですね防水になっているというアイテムアクセサリー類なんかも発売予定となっているということで えー、ウィーク10発売アイテム見てまいりました。今週はストーンアイランドが12カッター発売になりますので、レギュラーアイテムは少し少なめですね。まあ、ただバック類いろいろ出ますんで、えー、こちらが人気になってきそうかなというところと、えー、ということで、今日は発売アイテム見てまいりました。じゃあ、これで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。